の見習いチャンネル。熱海の大チャンネルです。熱海からこんにちは、キムニーです。ゲストのキムニーです。今からよろしくお願いします。焼き鳥ミレさんに突撃いきます。よろしくお願いします。これがあの高級ハイボールと熱海割りの緑茶割りです。熱海割りって焼酎はこれぐらい入るんですよね。ちょっと、はい、キムに飲んでみて、はいはい、じゃ あの熱海の素敵な夜に乾杯。いただきます。いただきます。うわ、聞く。熱海割り聞きますね、これ。すごいですね。通常ですと焼酎これでお茶で割るんですが、熱海割りというのは焼酎をこれでお茶をちょっと。わ、これは素敵。熱海割りは焼酎が7で、割り物が3です。これは美味しいでしょ。美味しいでしょ。自分高級ハイボールいただきます。おしゃれやな、なかなか。うまいです。これはいいですね。焼き鳥頼んで、ちょっと飲みましょう。はい、そうです。僕まだ本当に子供だって5歳の時です。そんなバカに、そんなバカに言ってるの。もう当時成人してる。それあの3人で漫才やってるのか。すみません、ありがとうございます。おかるかれさ、そうなん。焼き鳥店のマスターです。マスター、すみません。おとなしくしました。素敵な熱海から、ありがとうございます。ここですか。40? 45になります。あ、45か、はい、なんか年齢不詳だからわかんない。45? 兄ちゃん30か。こちらのお店の紹介してあげないと。なんかさっき言ってたじゃん。はい、こっち向いて。なんの紹介。中に出たじゃん、さっき。この子雰囲気とかいいって言ってるでしょ。あのね、恐るべし熱海、本当にね、このお店の雰囲気で素敵な夜始まっちゃいました、もう僕。はい、とんでもないです、この熱海ビール。恐るべし。いただきます。どんどん宣伝してくる。ここ、熱海では有名よ。なんか、はい、カウンターで来る人も限られてても、はい、1回、2回来てくれはる。いや、もう地元のね、素敵なゲストとね、もう親方に囲まれて、この雰囲気は酔わせていただけますね。本当に素敵なお店だ。ちょっと親方好きやけど。いや、男はそうでないとね。16年で4番目やからね。いや、最高じゃないですか。今度変わったら刺されんねんの。入っちゃったよ。あの、青木の話はちょっと太いぞ。太いぞ。うん、大きいぞ。これは素敵なレモンサワー。来ました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。美味しそう。はい、どうも。204さんだよね。で、202って言って202がないよ。はい、最近、はい、1回目、これが七対三の熱海割り。昼間から7と8で食べれるから、それでね、空間で乗ったらね、うん、になりますように。いただきます。いただきます。僕はつけていきます。ありがとうございます。唐辛子かけます。パパパーンと、パパパーン、全然パパパーンとかかってないです。かかってないね。なかなか笑かんな。真っ赤です。全部置いたらうまい。これ豚バラ、塩ついてるから。すいません、はい、真っ赤な焼き鳥。あ、豚バラ、いただきます。あ、ポッペンにはこないですよ。うまい、うまい。熱海割りとプレゼンしたときかばってください。おー、一気飲みしてるやんか。おかっぱ頭3100。すごい、一気飲みやってまいった。何やろうかな。
ぱりもう何十年も話しちゃうって言ったんだけど、いやそれで私も気が済まないから、向こうは向こうで、また、楽しかったんで、私だって、しなきゃいけないよね、気が済まないよね、今、まあ、そっち側回って、回って俺の方で、ね、顔めっちゃやるぞ、ちょっと待って顔が真っ赤か、真っ赤じゃないですか、真っ赤じゃない、今日はありがとうございました。バンバン宣伝しといて、はい、バンバン頼むよ。 こちらは焼き鳥ヒデです。15時からやってます。本当に素敵な、よろしくお願いします。風刺を誘う素敵なお店でした。ありがとうございます。ありがとうございます。